皆さんこんにちは、ゆめのです。本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日の動画は粘土で作る食べられないメロンパンの作り方のご紹介です。ぜひ最後までご覧ください。まずはじめに樹脂粘土と計量粘土を同じ量混ぜ合わせます。黄土色の絵の具で粘土を着色します。粘土を手のひらを使って丸めます。平らなところに置き、指で潰してドーム型にします。ひび割れがある場合は水をつけて慣らしておきましょう。カッターナイフの刃を使ってメロンパンの網目の模様をつけていきます。今つけた線の上から定規を押し当て溝を広げます。歯ブラシで質感をつけます。裏面を作り込んでいきます。カッターナイフで縁の部分に一周切り込みを入れます。爪を使って今切り込みを入れた線の内側の部分をへこませ段差を作ります。綿棒で適当にへこませます。歯ブラシで質感をつけて粘土が完全に固まるまで乾燥させましょう。半分にカットしたメロンパンを作りたい場合は原型を作り、半日後にカッターナイフで半分にカットします。爪楊枝を使ってメロンパンの内側のボソボソ感を表現します。歯ブラシでさらに質感を加えて粘土が完全に固まるまで乾燥させましょう。次に着色をしていきます。黄土色と茶色を同じ量混ぜ合わせて焼き色を作ります。軽くティッシュを付与した後、細い筆を使ってメロンパンの溝の部分に色をのせていきます。続いて少しだけ水で溶いた黄土色の絵の具を筆に取り、ティッシュオフした後全体的に色をのせていきます。これで表面の着色は完了です。次に裏面の着色をしていきます。まずは黄土色の絵の具を筆に取り、ティッシュオフして全体に色をのせます。
次に茶色を少し加えて、先ほどと同じように焼き色を作り、ムラになるように色をのせていきます。これで着色が完了しました。仕上げに半ツヤ出しニスを全体に塗ります。ニスの上からシュガーパウダーなどをまぶして、メロンパンの砂糖の感じを表現します。これで粘土で作る食べられないメロンパンの完成です。ぜひ皆さんも挑戦してみてください。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。